市長機能の文章。市長機能は、ロシアトゥーラ州の中部にある都市。州都トゥーラからは南西へ1 5トルで、M に幹線道路が走る。人口は、2002年国勢調査では6万1588人。1989年ソ連国勢調査では6万9251人だった。1977年には7万2000人を数えた。市長機能は、 モスクワの南2 0 0トル、州都トゥーラからは南西へ1 5トルの位置にある。トゥーラの他の最寄りの町は、南東1 0トルのソベツク、南東へ1 3トルのリップキ、北東へ2 1トルのボロホボなどで、いずれも中央ロシア高地の北部に広がる、モスクワカッタ,ンタンデンに位置する、タン採掘の町である。また、 M に幹線道路を南西に走ると 35km ほどでプラフスクとなる。南ロシアに共通する森やステップといった景観が街の周囲に広がる。市長機の地区のうち森林の占める割合は13%ほどに過ぎない。市長機の駅市長機能の,の位置に最初の集落ができたのは1840年代でモスクワからトゥーラを経て、 オレオールへ続く街道ができたことがきっかけだった。その20年ほど後に、モスクワトゥーラ・オリオールクルスクハリコフ・シンフェロポリ間の鉄道も並行して走るようになり、1869年に駅が開業した。現在の市街地誕生のきっかけは、1870年、駅周辺で活端採掘が始まったことであった。20世紀の初頭には、市長機能は大きな集落となり、 産業や交易で栄え、それまでこの地域の中心地だったクラピブナの町を上回る町へと成長した。1930年代には、駅周囲の集落、市町木野が市町木野地区の中心となり、1934年には、周囲の工場集落などを併合し、1938年に市となった。第二次世界大戦では、モスクワの戦いにおける戦場となり、 1941年10月から12月までの期間ドイツ国防軍に占領され、町が破壊された。市長機能の科学繊維会社1950年代以降、周囲の活端を使った科学工業が盛んになった。市長機能の科学コンビナートはソ連の模範とされ、1969年10月にはソ連共産党は増産と労働力節約において、 市長機能の実例に基づいた方式を取るよう勧告したほどだった。当初の主要な産業は活ン採掘であったが、すでに創業していない。市長機能の重要な産業は化学コンビナートへと移っている。主な企業は窒素肥料などを生産する市長機能アゾート、ナイロンなどを生産するヒムボロクノなどである。また1953年創業の火力発電所もある。 ヤースナやポリアーナモスクワからツーラー、オリョール、クルスクを通って、クリミア半島のシンフェロポリへ向かう m に幹線道路が走る。同じ区間を結ぶように、鉄道幹線も走っている。市長機能には、歴史博物館がある。また近郊には、レフトルストイの生まれ育ったトルストイ伯爵家の辞書があり、生涯を過ごした巨宅ヤースナやポリアーナは、博物館となって、 トゥーラ州随一の観光地となっている。ありがとうございます。